この夜会巻きは作り方がめちゃくちゃ簡単なんです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はめちゃくちゃ簡単な夜会巻きの作り方をご紹介します。普段ね、夜会巻き、やられている方も結構いらっしゃるかなと思うんですけど、まあお仕事だったりとかね。でも最近はもう本当にカジュアルにね、夜会巻きみたいな感じでまとめる方も結構増えてきて、作り方がでもやっぱり難しいということで結構ご相談いただいたりとかしてたので、今日はねめちゃくちゃ簡単な夜会巻きの作り方をご紹介します。すごくシンプルなやり方なので、誰でもできるかなと思うんですけど、まあ多少はやっぱり練習は必要かなと思いますので、やり方をね、簡単に、分かりやすくお伝えさせていただきますので、ぜひね皆さん練習して、習得してみてください。それでは早速動画をどうぞ。では始めていきます。まず髪の毛をまとめていくんですけど、まとめる位置が、だいたいまあ耳と襟足の間ぐらい、これぐらいの位置でまとめていきます。でまとめる時もできればブラシだったりとかでとかしながらやってあげると面が綺麗になるのでおすすめです。このぐらいの位置で、ここでゴムで結んでいきます。でこの時にお団子、こういう風な感じで結ぶようにしてください。でお団子状に結んだら少しこのゴム自体を下にずらします。ずらしたら次にこれを夜会巻きをしていきます。こっちの部分の髪の毛、まあ毛先がある部分ですね、まあやりやすい方で全然構わないので、まあ、今日はこちら側に折りたたんで夜会巻きをしていきます。こう押さえながらこのままくるくるっとねじり上げていくような感じ、こんな感じですね。で毛先の部分が少しやっぱり出てくるので中にね入れ込むような感じで、こんな感じで押し込んであげると入ってくれるので、こんな感じで入れ込んでいきます。するとね、こっちもこう、夜会巻きっぽくなってるので、少しこう、ねじりながら、バランスを整えていきます。まあ、ざっくりで大丈夫なので、こんな感じです。次にここをピンで留めていきます。このね、アメピン。まあ、難しかったらちょっと太めのアメピンみたいなやつとかもあったりもするので、止めやすいので止めてください。別にヘアクセとかでも大丈夫かなと思います。面になってる部分と、あとこの巻きつけた毛先、この部分ですねを挟んで止めていきます。ピンを広げて、ほんとここの間に入れてぐーっと押し込みます。で一つじゃ止まらない可能性もあるので、ちょっと不安な方は2個ぐらい同じ位置で止めてあげるとこのままで止まりやすいです。で止まったらこの表面に出てくる毛先だったりとかを少しだけ整えて、ちょっと形をきれいにしていきます。まあ、この辺でもね、まあまあ見える範囲で大丈夫なんで、なんか毛先がこうバラバラしてたら少しまとめるような感じでやってあげるといいかなと思います。こんな感じで、で最後にこのゴムの部分にこういうねヘアフックみたいなものをつけてゴムを隠してあげる。そうするとね綺麗な形でまとまるかなと思います。でバランスを整えたらこんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。もう本当にもうお団子にしてくるくるっと巻きつけてピンで留めるみたいな感じです。まあ毛先の部分をちょっと中にねこう入れながら、
で、このピンを止めるところがもしかしたら難しいかもしれないんですけど、まあこれもね、もう本当慣れちゃえば、ピンの刺す位置だったりとか、まあ何本使っても別に構わないので、まあしっかりと止まるようにね、練習していていただけたらなと思います。で、あとは、この、まあ面をね、ちょっとピシッとすると、お着物だったりとか、まあお仕事でも使えると思いますし、面をこうラフにこうねじって、ちょっとこう凹凸があるように、作ってあげたりとかすると、まあカジュアルにもなったりもするかなと思いますので、まあいろんなシーンで使える、夜会巻きアレンジになりますので、ぜひね、これ覚えておいてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。